サンフラワー、サンフラワー、アイボリ、ミキ動線。左、サンフラワー、サツマ、サンフラワー、アイボリは、フェリー、サンフラワーが運行するフェリー。大阪港と別府港と結ぶ航路に就航している。サンフラワー2の大船として、三菱重工業、下関造船所で建造され、1997年12月6日に、神戸松山別府航路に就航した。松山港への寄港は、 下り便が2010年2月、上り便が2011年4月30日で終了した。松山港の抜け港により所要時間が約1時間短縮された。関西汽船とダイヤモンドフェリーのフェリーサンフラワーへの統合により、2009年11月1日からフェリーサンフラワーによる運航となった。その際、ファンネルマークが関西汽船の赤、白、 赤のマークからオレンジ一色に変更された。国立環境研究所が実施した東アジア海域海洋環境モニタリングプロジェクトにより海水を組み上げサンプリングを行うモニタリングシステムがサンフラワー2に搭載され1994年から引退まで観測が行われていた。サンフラワー2の引退後は本線が引き継ぎ調査は2005年まで継続された。 船体は7層構造で、上型から、コンパス乾板、航海船橋乾板、EFGHI 乾板と呼称されており、航海船橋乾板が、操作室及び、乗組員居住区、EF 乾板が、客室区画、GH 乾板が、車両搭載区画、I 乾板が、機関室となっている。2009年7月26日、南港フェリーターミナルに着岸中、 不調だった、熱中立ち油加熱システムの点検を行った際、取扱いの不備により熱中立ち油が噴出、保機の排気管にフレシッシュ化した。喝災により、左原煙突内を焼損した。ありがとうございます。